い、というわけで皆さんこんにちは、ハンジョです。というわけで今回はポケモンカードの開封なんですけれども、こちら何かと言いますとですね、久々のオリパ開封でございます。てれれってれー、あれ合ってるね、合ってるね。はい、こちらこんな感じとなっております。これこっち書いてね、1パックじゃあ1500円のオリパを買ってきました。イエーイ。というわけで、友達の実況者のね、友達のトリピーくんと一緒に買ってきたんですけれども、当たりが、はい、当たりがですね、雷エネルギーとルチア、シロナ、グズマ、デンジ、エネルギー付け替え、カプコケコ HR、ゼロル HR、カプテテフ HR ですね、とかが当たるよと言われてるやつなんで、これをね、ちょっと楽しみに開けていきたいと思います。オリパね、超久々なんで。いや、結構カードも溜まってきたんですけど、やっぱ時代が変わってですね。まあ、結構全部僕 HR とか SR で揃えたい人なんで、HR じゃないです。SR かな ?SR が大好きなんで、UR も好きなんですけど。こちらの方を開けていきたいと思うんですけれども、これは、これなんだ?エビバラが出てきた。めちゃくちゃやる気のなさそうなエビバラが出てきた。これのなんかデッキが、なんか近くの店で売ったから強いのかな?いやでも強くないな、これ絶対。絶対強くない。エビバラデッキみたいな売ってあったんだけど、次が当たりなのかな?はい、じゃあ次めくっていきたいと思いまーす。せーのでドン。お、やばお前、お前ウルトラシャインで見たよ。ウルトラシャインでやる、これね。お前見たよ、山男、お前。自分まだ相手の山でも上から、お前見て、その中から好きなカード1枚選び、で戻すと。いった感じのカードですよ。山男はまずいですよ、皆さん。山男はまずい。山男、とりあえず、まあ、1枚目としては、まあ、まあ、俺がね、ちょっとブランクあるんですけど、価値が上がってることないだろうから、山男は、まあ、なかなかですね。なかなか。で、次、上げていきたいと思いまーす。いくぞ。ウルトラシャイニーね、結構買ったんで、はい、こちらです。アローボルネが出てきて、これが当たりではないんだよね、多分ね。うん。これが当たりなんだろうね。じゃあ、これをドンと開けていきたいものです。さあ、開けていくぞ。頼むぜ。いくよ。せーの、ドン!アローラベトベト GX。これは、これの SR はまあ持ってるけど、ちょっと見てみるか。これ高騰してんのかな?昔のカードって値段上がってたりするんだよね、でもマジで。どんなもんなんだろう。ちょっとね、なんか、本当にちょっとブランクがあるとね、忘れてるんですけど、まあ、でも、あれだね、1000円ぐらいはするのかな?あ、違う、嘘ついた。これ600円ぐらい、多分。だからまあ、買ってはないけど、まあ、でも持ってない顔だから嬉しいね。これ SR 持ってたっけな?わかんない。持ってたような気もしてきた。アロラベトベト。これね、でも今の、環境を僕全然分かってないんであれなんですけど、結局ね、昔のカードがバンって上がったりしてみたいですね。だから僕が持ってたカードとかが結構高騰してみたいですね。いくぞ!せーの、ドン!デンジ!これは嬉しいな!これは1500円デンジ当たったらもう言うことないでしょ。これはめっちゃ嬉しいな、デンジ!これちょっとマジで欲しかったカードの一つなんで、全然嬉しい。てかこれ当たり枠じゃん。当たり枠まず1個。手に入っちゃったね。デンジ熱いな。デンジいいの?もらっちゃって。いいの?これ秋葉原のチェルモさんで、購入したって話をしたと思うんですけど、あれですね、なんか、俺らが、選んだ2列なんですけど、左側の列に、カプテテフ、UR、もしかしたら入れたかもしんないっすね、みたいなこと言ってたから、その口車に乗せられて買ったんですけどね。はい、チェルモは、まあ、ポケモンカード結構オリパ、前から、昔からずっと買ってたんで、もう顔をさすがに覚えられましたね。あ、こいつまた来たって。こいつまた来たって思われてるから。はい、ってな感じで、ラプラス。はい。そしたら、いや、デンジ熱いっすね。デンジあったけえわ。あったけえ。俺 SR 大好き人間だから SR で全部揃えたい人だからね。まあ普通に SR シングルで買ったりもするんで。いきます。せーの。チョッ。これはあかん。これだけはあかん。困るもんね。弱くはないんだよ、多分ね。このポケモンがいる限り、鋼エネルギーがついてる自分のポケモン全員は特殊状態を受けている特殊状態すべて回復するっていう。結局この特殊環境になった瞬間に多分値上がりするんだろうね。でも僕はこれも SR だけでも多分2、3枚持ってる。ちなみに。
俺値上がるんじゃないかと思って、ね、これなんか結局効果は弱くないから強いんじゃないかって、シングルでも1枚買ったしね。うん、もういつか時代が来そうな、まあ、カードではある、正直。はい、ってな感じでした。じゃあコバルオンね、これはなかなか山本ことコバルオン、持ってるカードは欲しくないんですよね、自分コレクターなんで。結構コレクターっていうのもあるんで、持ってるカードはいらん。強ければ持ってるカードだ。デンジも1枚シングルで買ったんですけど、前、ね、それはこれめっちゃ嬉しいですね。いきます、5パック目、一斉のドン。来ちゃった。嘘でしょ、マジで言ってんの、マジで。ちなみに紙のエネルギー言われ4枚目ぐらいです、多分3枚目か4枚目、3枚目かな。あ、自分これシングルで買ったりしてたんで結構狂ってるでしょ、結構狂ってるでしょ。俺全部 UR 雷で揃えようと思ったんですけど、ごめん勝ったわ。え、ごめん、オリパ、俺オリパに久々勝ったわオリパに久々に勝ったわ。多分ずっと値段変わんないですね、多分エネルギーとかね、多分5000円ぐらいはずっと最低するで、雷は多分一番トップでいい値段はしてたような気がするから、うん、いいっすね。これはやばいな、やばくない？ここ2つで、もう雷デッキ作れてって思うんですけど、まあ持ってるんで、ゼラオーラ、ゼラさんがあるんですけど、ゼラさんはもう時代が多分遅れてると思うんで、また作り直します。はい、多分ピカゼクとかね、なんかピカゼクでもいいけど、なんかピカゼクミニハー感多少あるから、なんかちょっと変えたいんですよね。普通にゼラさんもなんか強そうだな、ジラーチサンダーが強いらしいんで、ジラーチサンダーでいいかなって感じがする。基盤ジラーチサンダーで、なんかそこをうまく変えていこうかなというふうに思っていて、6パック目いきます。いや、マジで大勝利だね、今んとこ。一斉のドン。めっちゃ嬉しい！これ1500円は。多分、値段も多分1500円ぐらいなんかな。今の値段わかんないですけど、多分いずれ高騰すると俺は思ってるから。てか、まずこれの UR 持ってなかったんで。俺、これはシングルで買おうと迷ってたカードなんですよ。うん。これはね、いずれ多分、これ1枚当たったから記念に2枚ぐらいシングルで買おうかな。ロストマーチ使ってるんで、これは UR で全部揃えようかなって思ってたカードなんで、これは非常に嬉しい。これはこういう使えるカードだったら何枚でもいいですよ。で、持ってないし、超嬉しいですね。これは嬉しい。相当嬉しい。これ相当嬉しいわ。うん、雷エネルギーも嬉しいし、もう全部デッキにぶっ込むんで、ここら辺は。これ全部、ちなみに全部デッキにぶっ込む系なんで、今のところは、これ勝ちかな。満足度だから、オリパは正直。満足度だから。この4パックのうち、なんか1枚いいの当たったらいいな。いくよ、せーの、ドン。あ、ハウも、まあ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 、いいんじゃない？ハウはこれプロモだけどね、これ SR 扱いなんですね。プロモなんですけど、これも多分なんか3ボックス特典とか、なんかそういう感じのやつだと思う。2ボックス特典とか。ボックス特典かな？わかんないですけど、特典なんですけど、これは、第一とかそういう、やつですね。これも一応、シングルで、買ってます、自分。で、2枚目ですね。ハウはまあ、デッキに汎用系なんで、何枚やってもいい、光物なんで、嬉しいです。これは何枚やっても、これも何枚やってもまあ、嬉しいかなっていう、カードですね。あ、でも意外と僕の知ってるカードしか当たってないんで、まあ、ありがたい。解説できるかありがたい。ありがたいですね。さあ、じゃあ次は、8パック目いきたいと思います。それでは行きましょう。行くぞ。せーの、ボカン。おー、ゲノセクト SR か。まあ、これもまあまあまあ、一時期、あれですよ、ニランギルが流行ろうか流行らないかっていうやつの時に、俺が買おうか迷ってたやつなんですけど、これ SR はまあでもまあ SR はね、何当たっても嬉しいんだけどね。大体は。大体山男いらないけど、山男の時代がもしかしたら来るかもしれないから、その時に、もしかしたらね、いや、山男を持っててよかったなって思う時が来るかもしれないから、まだポケモンカードわかんないから。でもゲノセクトは、持ってるような気がしたから、でもこれも、ポケモンはね、まあ基本は SR は4枚ずつ持ってもいいって思ってるから、まあ全然いいかな。うん。そしたら9枚目いきたいと思いまーす。いくぞ、いくぞみんな。9パック目。いやー、テテが当たんねえかな。せーの、ドン。うわー、これも来たか。え、ガチか。え、マジで。え、相当良くない？俺、運超良くない？俺さ、物良くなかったんですよ、正直。オリパー、で、いいの当てよう、いいの当てようと思って買ってないんですよ。あ、オリパー、あ、じゃあ買うか。え、じゃあ友達も買うなら買うか。って思って買ったんですよ。で、これ。フートラン。マジか。え、てか、チェルモさん中身良くない？俺が結構いいの当てまくったせいかな。今までだったら俺こういうところしか当たってなかったから、すげえ嬉しいな。オリパーで勝利してる繁盛は、なかなか飯まずじゃないか、みんな。相当熱いの当たってるね。新しい方だったら、死んだのだったらエリカだったり、ブルーだったりっていうのが、欲しいんですけど、ブルーはトリッピーが当てったんで、
はい、もうトリッピーの野郎がね当てたんで羨ましいなと思いながら、見てました。はい、次ゼニガメ。はい、次こちらがラストの1枚になります。いくよいくよいくよ、いきますよいきますよ、ラスト1枚。いや、この時点でまあ勝ちじゃない。だからこれおまけぐらいで考えてるわ。おまけおまけぐらいで考えてます。これで1万5000だったら普通に買えるもんね。全然いいんじゃない。うん、いきます、せーの、ドン。へー、嘘でしょ？嘘でしょ？いいんすか？ちょっと待って。俺これ昔7000円で買ったぞ。ちなみに、シングルで。買いましたよ、ルチア。え、マジで言ってんの？え？ちょっと待って。ちょっとみんないい？ちょっとみんな話あるけどいい？え、ちょっと待って。これ代償ありすぎない？マジで。え？ちょっと待って、これやばくない？え？こんなことあっていいの？え、大勝利じゃない？で、アローラで止めたんだけどさ、これ見た目かっこいいから好きなんだよね。これは好き、見た目。まあ、あとは、まあ、今後次第って感じなんです、ここは。ここ、だってまあ、当たり枠だったら俺さ、多分これとこれとこれ当たり枠ですよね。で、フートランもワンチャン、もう多分順当たりみたいな、ここら辺も順当たりですよね。やばいわ。勝った！みんな勝ったぜ！俺のポケモンカード実況これから見てくれよな。いや、これはね、当たりの回でした。これは相当嬉しい結果取りましたね。またオリパ、ハマっちゃったんで、オリパの沼にハマってしまったんで、また、よろしく、お疲れ様でした。